フランクリン・ラファエル・グティエレスは、ベネズエラ・カラカス出身の元プロ野球選手。ウトミギウチ。既婚者にもかかわらず、端正な顔立ちで女性からの人気が高く、カットエーレズの愛称で呼ばれている。2000年11月18日、ロサンゼルス・ドジャースとアマチュア・フリーエージェントとして契約。2004年4月3日に、ミルトン・ブラッドリーとのトレードで、 アンドリュー・ブラウンと共にクリーブランド・インディアンスへ移籍した。2005年8月31日のデトロイト・タイガース戦でメジャーデビュー。2006年6月17日のミルウォーキー・イブルワーズ戦でデーブ・ブッシュから第3打席にメジャー初安打を記録する。2008年12月10日、インディアンス、シアトル・マリナーズ、ニューヨーク・メッツ間の三角トレードによって、 マリナーズへ移籍した。2009年は、中堅守のレギュラーに定着し、初めて規定打席に到達し、打率、283.18本塁打、70打点といずれも、自身最高の成績であった。守備では445視察は、外野手として、両リーグ1位であった。2010年は、無失策で、ゴールドグラブ賞を受賞した。 二年連続で、規定打席に到達したものの、打率。245.12本塁打、64打点と、前年より、やや成績を落とした。2013年11月1日に、球団から2014年の契約オプションを破棄され、FA となったが、12月18日に、マリナーズと再契約した。2014年2月13日に腸部の病気もあり、 本人がプレーを望んでいないことから制限リスト入りした。結局この年はプレーせず、オフの10月30日に FA となった。2015年1月26日にマイナー契約でマリナーズと再契約する。6月24日にメジャー契約となり、25人枠に復帰。この年は59試合に出場に止まったが、打率。 292.15本塁打、35打点という高成績で、長打率は実に620に達した。守備面では42試合で左翼手を、6試合で右翼手を守り、通算1失策、DRS プラス3と、復活前ほど圧倒的ではなかったものの、依然として、守備は高いレベルにあることを示した。 11月2日に FA となったが、11月11日にマリナーズと1年契約で合意した。2016年は98試合に出場して打率、246.14本塁打、39打点の成績を残した。オフの11月3日に FA となった。2017年2月20日にロサンゼルスドジャースと1年契約を結んだ。 オフの11月2日に FA となった。2018年9月8日、セーフコフィールドでのラテンアメリカンナイトと銘打ったイベントで試合前の始球式を務め保守役の一郎に投球した。2021年よりマリナーズの特任コーチに就任した。メジャーでも屈指の守備範囲を誇る外野手として知られ、2008年にセーバーメトリクスの 守備指標の一つであるウザーで、両リーグ中3くらいの成績を残した。2009年には、両リーグ中1位のウザーチ29.1を記録した。これは、内野手を含む、野手全体での1位であり、2位のエヴァン・ロンゴリアが、記録したウザーチ18.5を大きく上回る、ものであった。2010年には、シーズンを通して一度も失策せず、自身初となる、 ゴールドグラブ賞を受賞している。マリーナーズの試合中継を長年担当していたデーブ・ニーハウスはグティエレスをデス・ツー・フライング・シングスと称している。これは19世紀に活躍した守備の名手ボブ・ファーガソンのニックネームになずらえたものである。ありがとうございます。